気候研究ユニットメール流出事件は2009年11月にイギリスにあるイーストアングリア大学の気候研究ユニットがクラッキングされ地球温暖化の研究に関連した電子メールと文書が公開されたことによって発生した一連の事件のこと。クライメートゲート事件ともこの事件は一般のメディアでも報じられ標的とされたウェアのクルーの所長が一時的に 所長職から離れる等の事態となった。しかし、イギリス王立協会、ペンシルバニア州立大学、イギリスのラッセル委員会、イースト、アングリア大学がそれぞれに調査した結果、不正の事実は何も見当たらなかった。科学的にも、クルーの報告に疑念の余地がほぼないことが当初から指摘されており、新たな分析でも一致する結果が得られている。イーストアングリア大学、 クライマティックリサーチユニットの建物2009年11月17日にクラッカーがクルーのサーバーに格納された個人ファイルを入手しそこで発見した電子メールをオンラインで公開した1996年以降の1000通以上のメールと3000以上の文書が流出し多くの学者によって地球温暖化を順位だとするための国際的陰謀の証拠であるとして取り上げられた 断片的で選択された文明を根拠にして、多くの学者から温暖化論者らに多くの批判メールが寄せられた。地球温暖論者信頼は大きく失墜し、ウォーターゲート事件になぞらえ、クライメートゲートと呼ばれたメールをめぐり、疑惑となっている。個別の争点は、下に記す。研究会、気候変動論者らは疑惑を否定し、メールでは、間違ったことは行われていないとしている。 関連する科学者の所属する各機関はこの事件についての調査を開始すると発表した。イギリスの新聞ガーディアンはデンマークで行われた気候変動枠組条約定約国会議への影響が懸念されると報じた。ウェアは個人情報を含むこれら文書の悪意のある公開を非難し、盗難について独立調査を命じた。イギリス警察はメールの盗難が どのように行われたかを調査している。また一部の研究者に殺害予告などの脅迫が行われ、治安当局が捜査する例も発生した。2009年12月1日にフィル・ジョーンズは調査終了まで、所長の身分を休職することを発表した。ピーター・リスがクルー所長代行に就任。ウェアは外部からのジョーンズに対する辞任要求は退けた。 同年12月3日に、ウェアは、ミューア・ラッセルを独立調査の長に任命し、2010年春までに、データの操作や隠蔽があったのかどうかの調査、及びコンプライアンスの点検、適切な手法の推奨を行うとした。また2010年3月22日、ウェアは、外部のロナルド・オクスバラを長とする、科学評価パネルを発足させ、クルーの科学研究の質の評価を依頼した。 ペンシルベニア州立大学もマイケルマンの研究について調査することを明らかにし、マンは調査を歓迎するとした。2010年2月3日、結果が発表され、マンはデータ操作や隠蔽をせず、トリックという語が指すのは普通の統計的手法にほかならないとし、またジョーンズからのデータメールの消去依頼にもかかわらず、それらを行わなかったとした。一方で科学者としての倫理。 貧困に問題がなかったかどうか、特別調査チームを編成して、引き続き調査すると発表した。イギリス気象庁は、人々の間での地球温暖化研究の信頼が損なわれたことを認め、結果としてはおそらく結論は変わらないだろうとしながらも、3年間かけて、自らの気象データベースを洗い直すことを表明した。 2010年3月、英国議会の庶委員は調査報告書を発表した。メールに見られたトリックなどの口語は、事実を歪めるような企みを意味するものではなく、またジョーンズが査読プロセスの妨害を図る内容もなかったと指摘している。またジョーンズが当初データの開示要求を中傷とみなし、開示を拒んだことは理解できると指摘する一方、ウェアが事態の収束のためにより、 速やかに公開を進めるべきであったとも指摘している。またデータそのものの正当性の判断に関して、報告書はしも、術のオックスバー教の率いる評価パネルに判断を委ねた。2010年4月14日、ロナルド・オックスバー教の率いる科学評価パネルは、クルーの科学研究には不正は認められないと報告した。同時に、事件に関して、不当な批判が寄せられているとし、 パネルは批判者を逆に批判した。調査結果を受け2010年7月、ジョーンズは研究所の長として再就任した。調査結果の発表後、ニューヨークタイムズやニュースウィーク誌でメールの内容はそもそもスキャンダルではなかったのであり、事件と同様に調査結果も大きく報道されるべきなどの指摘がなされた。暴露された電子メールには気候変動に関する 政府官パネルの評価報告書の編著者が報告書への文献の採用などに関する意見を述べていたものが含まれており2009年11月頃から活発となった IPCC の評価手続きへの批判の材料の一つとなった2010年3月国連事務総長及び IPCC 議長はインターアカデミーカウンシルに IPCC の評価手続きに関するレビューを要請した。その声明の中で IPCC 議長は第四次評価報告書の厳密さと信頼性を確信しているとした上でさらに批判に耳を傾けて改善に取り組むと述べた。2010年8月 IAC は独立レビューの結果を発表した。IPCC の評価手続きは 全体的に成功を収めてきたと述べた上で、組織体制強化や透明性向上等の勧告を行った。気候変動に関する研究者は、当該の文章は選択及び歪曲された上で、文脈を無視して公表されたと主張している。クルーの研究者は、その電子メールは文脈が無視されており、正直な意見の交換を単に反映したものであると述べた。 アンギリ・ジウェルは科学やデータを無視し、意図的に完全な反対やの立場を取ると決意した、小高な少数派が、気候科学者を嘘だ金のためと非難しており、この10年ほど気候変動の科学で空が落ちてくると騒ぐ、悲観論者を演じてきており、非難も主張も新しいものはない。とする。エジンバラ大学の気候学者、デビット・レイは、今回の事件における批判者らを、 陰謀論者と表現した上で、人為温暖化の科学的根拠を支持した。気候研究者のハンス・フォン・シュトルヒは、人為温暖化は疑わないものの、イースト・アングリア大学の研究者を批判している。この大学の研究者らは、派閥を形成した上で、外部の研究者との研究データの共有の拒否という、科学の基本原則を侵害しており、科学を権力闘争として労していると述べた。 一方では、その後、ネイチャー市中の手紙で、人員温暖化の科学的根拠を揺らがせるものは出て、来ていないこと、事件についてのメディアの報道で、データ解釈について誤解が見られることを指摘し、温暖化研究の科学が、世界的陰謀であると信じている人は馬鹿げていると、コメントした。気候変動の専門家として、著名なコロラド大学のロジャー・エー・ピール家は、 今まで人為的温暖化の事実を支持すると同時に IPCC の体質に対しては批判的意見を表明してきた。彼は今回の事件に対し他の複数の研究機関のデータも狂うのと一致している以上、今回のメール流出事件は二酸化炭素による温暖化の根拠には影響を与えない。その一方で IPCC のメンバーが自分の研究と同時に それを含めた分野全体の研究報告の評価の双方に関わる現状は問題があるという趣旨の見解を示した。このように気候学者の間ではクルーの研究者の態度には賛否両方の意見が出ているもののデータ捏造を疑う声は上がっていない。IPCC のパチャウリ議長は問題は重大で調査が必要だと BBC に話した。IPCC は 事件の経緯を調査することを明らかにし、今回の事件で温暖化の証拠が揺らぐわけではないとした。ウエアは、クルーから出された研究は関連雑誌の作読を経ており、人間活動の機構への影響に対する強いコンセンサスの基礎であると主張。さらには、盗まれた電子メールと文書は、文脈から話されて選択的に公表されたものであるとした。 ウェア副総長のエドワード・アクトンは、本学の評判と品位が最優先である。クルーに向けられた疑惑に対して、独立した完全な調査をしたい。とした。イギリス政府のエネルギー、気候変動省は、気候変動の証拠は、圧倒的だ。ウェアの結論は、独立した NASA と NOAA のデータセットと整合的である。とした。アメリカ気象学会は、 仮にそのチームに不適切な行為があったとしても、そしてまだその証拠はない地球温暖化は、他の数多くのデータに裏付けられているとの声明を出し、この事件は、学会の気候変動に対する態度に影響を与えるものではないと指摘した。アメリカ地球物理学連合は、不正なサイバー攻撃によって流出したメールが、科学上の論争を曲解させるために利用されていると、遺憾の意を示し、 新一級温暖化を再確認した。サイエンス誌を発行するアメリカ科学振興協会は、事件の社会への影響に関心遺憾の意を示す一方、気候変動については大量の厳格な科学的根拠に基づいていることを述べた。多くのメディアや科学誌は、メールには不正の証拠は見られないとしている。社会主義者の邪悪な陰謀を信じる人が多いようだなどの揶揄が見られる。タイムは、 クルーのデータと他の機関のデータを並べて表示し、一致することを示し、事件は科学的なものでなく政治的なものであるとした。サイエンティフィックアメリカンであるとの以前からの主張の補強に援用している。温暖化対策に反対しているナイジェル・ローソンは、データが操作、消去されたり、論文の発表を妨害していたようにも見えるとし、あるいは不正ではなく全て問題なく説明できる。 ことなのかもしれないが、しかし独立した調査が必要であるとしている。盗み出されたメールについては、下記のような批判があった。しかしいずれも、指摘されたような不正の事実は見つからなかった。メールの中で問題にされているのは、マイケルマンなどと交わしたメールで、ホッケースティック曲線における1960年代から1970年代の気温の低下を隠蔽し、 それ以後の上昇を誇張していると解釈できると、会議論者は主張している。ただしその内容については、以下のように英語圏の指揮者の間でも解釈が分かれる、表現であった。大きく取り上げられている例がトリックという語の、使用である。英語では、トリックは人を騙す意味には限らず、コツという意味がある。また、ある機関の年輪のデータが気温を正確に、 反映していないことは流出したメールより前に発表されており、こうした理由から多くの科学者はメールはデータデツ像の証拠とは見なしていない。イギリスの新聞デイリー・テレグラフはフィル・ジョーンズのメールでは世界の気温の生データについて下落傾向を隠すに際してのトリックに触れているとした。これに関してフィル・ジョーンズは気温の図をマッサージしたことを否定し、トリックとは 騙す行為ではなくコツの意味であり何か悪いことを示すというのは馬鹿げた話だとした。ウェアと共同で気候変動の監視をしているイギリス気象庁は全くもって陰謀でも鉄道でもない。全てのデータは査読を受け信頼できるデータであるとした。テレグラフによるとフィル・ジョーンズが地球温暖化の科学的コンセンサスに対する論文を通した。 雑誌編集者を解任するように働きかけたとするメール。テレグラフによると反対する科学者の論文が学術雑誌に掲載されないようにとの試み。背景は英語版スーンベイルーナズコントロバーシー参照正確さの欠如を理由に論文を IPCC が取り上げないようメールで圧力をかけたとされる。しかし実際には当該論文は取り上げて論じられている。 テレグラフによると、情報公開法で公開されないようにと、各種ファイルを破棄するようにするとの会話。トム・ウィグリーによると、いかなるデータも消していない。国立気象サービスのデータは閲覧可能であるし、ギスやナサがデータを用い、独自の結果を出している。としている。テレグラフによると、ケビンとレンバースが、世界の気温の上昇の傾向が見られないのは、トラビスキと認めているとするメール。 トレンバースは、私のメールが、世界の指導者たちが、炭素排出削減を合意するための COP15 を、なし崩しにするために、選択的にリークされ、誤解釈されている。このような、ひどく選択的なメールの使われ方と、文脈を無視した、使われ方はひどく、ショックである。COP の直前というのは偶然ではないだろう。としている。 会議派に対する露骨な言葉による侮辱や会議派への圧力をほのめかす文面も公開された。ネイチャーやエコノミスト誌では、それらはどの分野の科学者もやっていることであるという論調であった。ありがとうございます。